プレトリア・キャッスルは、イギリス海軍の護衛空母。プレトリア・キャッスルは、ユニオン・イコール・キャッスル・ラインのオーシャンライナーとして、ベルファストのハーランド・ウルフ社で1938年に、浸水、1939年に竣航し、アフリカ一周航路に就航した。1939年10月に海軍によって、取得され、6インチ砲及び3インチ砲を装備した。 武装商船に改装。同年11月28日に収益した。プレトリアキャッスルは武装商船としてフリータウンを拠点に戦団護衛に従事した。1942年7月16日に海軍により完全に購入され、プレトリアキャッスルはタイガンドイアのスワンハンター造船所で護衛空母に改装された。 1943年7月29日に空母として収益8月9日に改装は完了した。プレトリアキャッスルは試験用空母としてウェスタンアプローチ管区に配属された。1943年10月には DS46 戦団の護衛に参加している。1945年エリック・ウィンクルブラウン大尉の操縦するベルエアラコブラマーク1。 機体番号 R574 が着艦し、プレトリアキャッスルは航空士の一部となった。これは前輪式降着装置装備機による空母への初の着艦であった。戦後、プレトリアキャッスルは1946年にユニオンイコールキャッスルラインに売却され、客船に改装、ウォーリックキャッスルと改名され、イギリス南アフリカ間を運航した。 ウォリック・キャッスルは1962年にバルセロナで売却、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。